ベルンハルト・バルデンフェルスはドイツの哲学者。専門は現象学。1934年、エッセンに生まれた。ボン、インスブルック、ミュンヘン、パリで哲学、心理学、古典文献学、歴史学を専攻し、1959年ミュンヘン大学で哲学の学理を取得。1969年に同大学で哲学の教授資格を取得した。 1967年から1999年まで、ボーフム大学哲学部の教授を務めた。その間に、デブレッツェン、香港、ルーバン、ニューヨーク、プラハ、ロッテルダム、サンホセ、ウィーンで、客員教授を歴任。日本へは3度来日し、各地で講演を行っている。ドイツ現象学会の創設者の一人であり、 1994年から1996年まで会長職を務めたバルデンフェルスの哲学的出発点はフッサール現象学である。教授資格請求論文である対話の中間領域ーフッサールに依拠した社会哲学はもっぱらフッサール現象学を手がかりにしている。その後、メルロポンティの行動の構造を、見えるものと見えないものを翻訳し、また、 身体的な理性、メルロポンティの思考と諸痕跡を編集し、ドイツにおけるメルロポンティ哲学の紹介で、積極的な役割を担っている。80年代までのフランス現象学の全体像を、外観する、フランスの現象学でわかる通り、バルデンフェルスほど、ドイツ現象学と、フランス現象学に通行する論者は稀である。応答の目録では、もはや対話において、 自己と他者という対照的な関係は見出せず、問題は自己といたなる者のとの非対照的な関係に移し替えられる。いたなる者は問うことにおいて既存の境界づけを乗り越える術がないにもかかわらず、境界を越えて歩み出ようとする過重な要請を自己に対して突きつける。応答するとはいたなる者を自己に我がしかすることなく、いたなる者に応じる態度である。 このような非対称的な関係において単なるコミュニケーション的な合意に回収されることがないような合理性をいかに見出すことができるかということがバルデンフェルスの中心的問題である。ありがとうございます。